うわ、来ました。あ、うどんがね、どうぞ召し上がりください。はい、ありがとうございます。食事&喫茶もみじの里というところにやってきました。そして今日は久しぶりにゲール君と一緒です。こんにちは。こんにちは。以前もここ連れてきてもらいました。そうですね。ここはまずは何で有名なお店ですか。ここにうどんの自販機があるということで、前回もこの撮影で、お邪魔させてもらいましたね、うどんの自販機で、まあ懐かしいうどんの自販機なんですけども、あのキツネが乗っ取ったり、あと天ぷら、あのね、かき揚げ、野菜のかき揚げの天ぷらが乗っ取るんですが、それがなんとこのベンダーショップの左側にあるですね、はい、お店の、こちらもうどん屋さんなんですけど、今日はうどんじゃないものを食べに来た。そうなんですよね。これ目の前に大きな看板ですかね、はい、昔ながらのね、トタンで作ったね、本場さぬきの手打ちうどん、お食事&喫茶もみじの里って書いとんですが、大きな看板ありますね、はい、はい、そこに備中和牛焼肉って書いてあるんですよ。なんかうどんのイメージなんですけど、この焼肉、まだ僕もこの焼肉をやってる、食べてる人見たことないんですよ、正直。何度も来させてもらってるんですけど実際どうなんだと。なるほど、焼肉を食べることができるのか。そうですね、検証にやってきたわけだね。そうです、メニューにもないんですよ。メニューにないないですよ。あ、そう、さすが。そうか、あの一般の、こっちの一般店の方のメニューも何度も見てる。はい、なんですけど、ない、メニューに焼肉の文字の文字が全然なくて、ないあれと思って、今日はそうですか、はい、ちょっと検証できたらなということで。なるほど、はい、まあでも大丈夫だよね。そうですね、看板にはうどんの文字はありますけど、そして焼肉と書かれた看板なんですが、焼肉のメニューというのは今はあるんでしょうか。一応あることはあります。はい、あるあります、あります、はい、もう要予約で、はい、まあね、もうおうどんの馬をメインにしてますので、はい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 、焼肉は食べたいとか、あの、まあ、地元の消防とか、あの、ね、まあ、あの予約された方だけのみ、あの受け付けてます。あ、メニューにも載ってない、はい、載ってません、もう今は載ってませんもう本当にメニューないんだ。そう、はい、ないね、メニューない、はい、ないないない、はい、前はね、はい、あのお昼とかゴルフ帰りの方とかね、はい、あの焼肉だけ食べに来られる方もおられたんですが、はい、今はそういう、ね、方がいなく いませんので、はい、まあ、本当予約していただいた方、はい、野菜、はい、あ、キャベツ、はい、白身、夏にはね、もっとあの畑で採れたお野菜がいろいろ乗るんですが、あ、いやいやいや、はい、いやいやいや、もうね、キャベツと椎茸と玉ねぎと白ネギ、うちの白ネギ、あ、そうですか、ぜひ焼いて食べてください、はい、あともやしという野菜も大切ですか、はい、ハエなんですよ。ハエ、はい、ちょっとあの素揚げ、素揚げにしてね、あの塩を振ってるだけなんです。我が家は三杯酢で食べるのも好きなんですけど、この塩もあっさりしてね、いいかなと思って。あ、はい、塩コショウですか。で焼肉は、お肉は、はい、タレもあるんですが、いやいや、タレは後で持ってきます。わ、来ました。おうどんがね、もうね、食べて帰ってもらわないとね。いや、確かにお肉もね。先ほどの、はい、塩を振っていただいてもいいですし、どうぞ召し上がりください。はい、ありがとうございます。はい、うわ、
牛はこれカルビですか。牛はカルビです、ね、はい、カルビの、ね、はい、獅子のロースとバラと、そうですね、それから鶏のせせりと、はい、それからレバーと、鶏のレバーと、あとは鹿肉、鹿肉、はい、ね、はい、鹿肉かなり薄くスライスされてますけども、そうですね、どんな味がするんでしょうね。色味はかなり赤みが濃くて、もうボルドーレッドっていうか、あ、なんていうの、どっちかというとあの、そうですね、あのレバーみたいな、そうです、ね、牛のレバーぐらいの、ね、濃さの色ですね、はい、赤みがね、濃さがなんですよ、うん、ね、ビールが、ビールが、これはビールが、ビールです、進む味ですか、うん、肉のバラ肉で、ちょっとまだだんだん、もうちょっとこう熱が伝わって熱くなった方がいいかもしれない。これは油を敷くだけです。そうですね。あれ、とりあえず、とりあえず、じゃあ、牛いきますか。はい。これで。これでも臭みないですね、この状態でも。
とね、脂身が甘いんですよ。で赤身はねあっさりしてる、うんうんうん、赤身があっさりしてて、その脂身がすごく甘くて、この絶妙なバランスなんですよ。またカルビとは違うね。確かにあっさりしとる赤身がね。どう？いや思ったより全然全く臭みがなくて、うんうん、なんていうんですかね、普通にあのお店に並んでほしいぐらいな、うんうん、この旨味と美味しさというか、うん、干し肉ですね。本当もうあのどっちかというと豚肉よりも本当に旨味があるような感じですね。全然臭みない、全然ないですね。ね、あれと思うぐらい。そう、最高ですよこれ、ね、本当にやはり下処理がきちんとされてみたい。近いきますか。ですね。近いきますか。はい。行きましょう。食べなくていいから、もう肉が美味しいんで。どうですか、肉が美味しいから。そうですか。もう塩コショウで十分、塩コショウで多分十分、十分、はい、ね、キャベツをタレで食べた。あ、なるほどね。あ、キャベツをね、はい、キャベツはタレつけて食べる。そうですね。でも、なんかそのここはもともとはいろいろ置いてたんですよ。もともとおうどんメインで、うん、あと、まあ、焼肉はありましたけど、はい、本当にうどん屋さんだったんですね、ずっとね。はい、私のおうどんを提供して、まあ、でもそれだけじゃね、いないので、まあ、ちょっとカレーとか、ちょっとご飯でいたりとかは、そのようにできましたけど。はい、行きましょうか。あの、顔、どうぞ。はい、もういいからね。かなり焼いて縮みましたけど、いただきます。うん、うん、歯ごたえがあるね。うん、いいですね。しっかりとした感じ。うん、うん、本当に脂身が少ないからですね。鹿だけになんかもう筋肉質なんですよね、きっとね。そうですね。どっちかというと弾力がある。うん、赤身に ね、 でね。あ、でもうまいね。美味しいですね。全然臭みないね。そうですね。なんか普通になんかビールとなんか おつまみというかなんか、うん、なんかジャーキーみたいなですね、ですね、感じもするね。はい。なんか脂身もなくて、うんうん、ないない。はい。俺は噛めば噛むほど旨味が出て、本当にこれもビールのあてに最高という。ですね。
美味しい。うん、あ、そう、あ、これでいい。鳥、鳥、鳥のレバありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。ありがとうございました。失礼します。じゃあ、あと1ヶ月後、はい、あ、1ヶ月以内に持ってきます。はい。はい、失礼します。あ、お腹いっぱいです。そうですね、うどん、じゃスペシャルサイズ。かなりいきました。本当に美味しくて この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。